本日は東京水辺ラインをご利用いただき誠にありがとうございます。船内はすべて禁煙です。おタバコはご遠慮ください。なお緊急の場合は座席の下の救命用具を着用し乗組員の指示に従って行動くださいますようお願いします。 Thank you for using the Tokyo Mizubay Cruising Line. There is no smoking allowed on the boat. Please refrain from smoking while on board. In case of emergency, please wear the life jacket located underneath your seat and follow the staff's instructions.非常感谢您乘坐东京水边航线，船内严禁吸烟。如果发生紧急情况，在您的座位下有救生衣，请穿上后听从乘务员的指示。右手に見えますのが台場公園です。江戸時代の終わり。黒船来航後に江戸防衛のために大砲を備え付けられた人工の島台場は現在は第3台場第6台場のみが残っており、どちらも国の指定の史跡です。うち第3台場は台場公園として開放されており、当時の砲台跡を見ることができます。レインボーブリッジです。1993年、平成5年に東京港、そして臨海副都心のシンボルとしてオープンし、一般公募によりレインボーブリッジと名付けられました。正式名称は首都高速11号台場線東京港連絡橋です。海をまたぐ橋の長さはおよそ800メートル。主塔の高さは40階建てビルに相当する126メートル。東日本最大級の吊り橋です。This is the Rainbow Bridge. The length of the bridge over the ocean is approximately 800 meters. This is the largest suspension bridge in eastern Japan. 这是彩虹大桥，它横跨大海，总长约800米，是东日本最大的吊桥。上部デッキからはレインボーブリッジの見上げるような橋桁の高さがお分かりになるかと思います。海面からの高さはおよそ50メートル。これは日本最大の客船アスカ2が通過することのできる高さです。ただし世界にはさらに巨大な客船がございます。イギリスのクイーン・エリザベス1世号や映画で有名なタイタニック号はレインボーブリッジを通過することができます。これは羽田空港の高さ制限にかかるため、これ以上橋桁を高くすることができないからです。レインボーブリッジは2階建て構造になっています。これは首都高速、下には一般道、新交通ゆりかもめに加え遊歩道も通っており、都心のビル群や東京湾を一望しながら歩いて渡ることもできます。右手に見える豊洲ふ頭で行われている工事は築地市場の老朽化による移転計画に伴うものです。豊洲の広大な土地と交通アクセスの面から移転先として選ばれました。移転は当初の予定より遅れて2016年、平成28年に完了する予定です。右手前方、晴海ふ頭に見えるガラス張りの建物は晴海客船ターミナルです。1998年、平成3年に東京港の開港50周年を記念してオープンして以来、世界各国からの豪華客船を受け入れております。
ありがたい。皆様には丈夫である。左手手前から芝浦、日の出、竹芝と3つの埠頭が隣接しています。このうち日の出埠頭が東京港で最も古く、ついで芝浦埠頭が建設されました。また竹芝埠頭は伊豆諸島や世界自然遺産の小笠原諸島と都心とを結ぶ玄関口として開設されました。左手に広がる浜離宮大師庭園は江戸時代に海を埋め立てて作られ、将軍家の別邸として利用されました。明治時代以降は皇室の離宮となり、現在は一般公開されています。潮の満ち引きにより水位が変わる都内唯一の海水の池、潮入りの池を中心に日本庭園の美しさが凝縮されており、全国でも珍しく国の特別名勝および特別史跡の両方に指定されています。 You can see the Hamarikyu Gardens on your left, with a tidal pond named the Shio Iri no Ike as the central focus. It is a great example of the beauty of Japanese gardens. 在您的左手边是殡仪宫恩赐景园，您记得朝武池为主的美丽的日本庭园风光。
この橋は現在隅田川で最も下流に架かる橋です。 This is Tsukiji Ohashi Bridge. 这是筑地大桥。左手には築地市場が広がっています。全国から生鮮食品が集まる日本最大級のこちらの築地市場は、施設の老朽化や資金不足などの問題により、2016年の生産の増加によっては現在はトラックでの輸送が主になっておりますが、かつては今ご覧になっている隅田川沿いの面が市場の表として船からの荷揚げが行われておりました。You can see the Tsukiji Market on your left. This is one of Japan's largest wholesale markets, where fresh food is gathered from all over the country. Plans are being made to relocate the market. 在你的左手边是筑地市场，全国的生鲜食品都集中聚集。是日本最大的鲜鱼批发市场，现在正在计划迁址。勝どき橋です。1940年昭和15年に完成した日本では珍しい開閉式の羽橋で、海外からは技術者は導入せず、すべて日本人の手により施工されました。当時は船の往来に合わせて開閉していた勝どき橋ですが、1970年、昭和45年を最後に開かずの橋となり、2007年、平成19年には国の重要文化財に指定されています。 This is Kachidoki Bashi Bridge. This was a drawbridge that can be opened and closed, which are rare in JapanThis one is no longer opened. It has been designated an important cultural property. 这是圣控桥，原本是日本少有的开闭式的活动桥，现在不再开放。这座桥被指定为国家重要文化财产。左手に見える聖路加タワーの地上200メートルの展望室からは、隅田川に架かる橋の数々、築地市場、浜離宮、レインボーブリッジ、お台場、東京タワーまで見渡すことができます。今でこそ砂糖と醤油で甘辛く煮込んだものがポピュラーですが、
もともとは塩茹でしたものだ。元気やな。福田オハシブリッジ。这是变大桥。右手には住吉神社の鳥居が見えます。江戸時代、大阪からこの地に移住した漁師たちが、ふるさとにある住吉神社から分祀して奉納したのが始まりで、海上安全、渡航安全を守護する神社となっています。左手に見えます逆三角形のオブジェは霊岩島水位観測所です。明治6年から12年にかけてこちらで観測された水位を基準に日本で初めて土地の高さが決められました。中央大橋、隅田川がフランスのセーヌ川と運行河川の関係にあることから、この橋はフランス人によりデザインされました。上流側の橋桁にはフランスから友好の証として贈られた彫像がございます。こちらの彫像は正面が川の方向を向いているため、川辺や船の上からなど見ることができます。また橋の主塔は日本の兜をイメージしたデザインとなっています。 This is 中央大橋 Bridge。 这是中央大桥。として完成しました。上流の清洲橋と対をなすような男性的で力強いデザインの永代橋は、清洲橋とともに2007年平成19年に国の重要文化財に指定されています。 This is 永代橋 Bridge。 这是永代橋。この橋は大変スローレンジに来たあるまたあるそういうのがアイレンレベルジェブロI'm not going to be able to do it.
隅田川大橋です。1979年、昭和54年に完成したこの橋は、一般道と高速道路の2階建て構造となっており、地下には地下鉄半蔵門線が通っています。橋の上からは、上流には東京スカイツリーをバックに清洲橋、下流には高層ビル群をバックに芸大橋と重要文化財を見て、隅田川大橋 bridge， 这是于田川大桥。清洲橋、関東大震災復興事業の一環として、1928年、昭和3年に完成したこの橋は、当時世界で最も美しいとされていたドイツライン川のケルンの吊り橋をモデルにしています。下流の永代橋と対をなすように美しく女性的なデザインの清洲橋は永代橋とともに2007年平成19年に国の重要文化財に指定されています。 This is 清洲橋 bridge。 这是青州桥。右手に見える地域を拠点に奥の細道など各地へ旅立っていったと言われています。右手に見えるのが和尚記念館です。大正時代、和尚居合の石の河津が発見されたことから松尾芭蕉の拠点としていた和尚庵はこの地にあったのだと指定されています。古い池や河津飛び込む水の音の名句もここで読まれたと言われています。新大橋です。江戸時代、当時は大橋と呼ばれていた両国橋に次いで架けられたことから新大橋と名付けられました。五代将軍徳川綱吉の母、桂昌院が江戸市民の交通の便確保のために架けさせたと言われています。関東大震災の際には隅田川に架かる橋の中で唯一焼け落ちることなく避難する多くの人々の命を救ったことからお助け橋とも呼ばれています。 This is 新大橋 bridge。 这是新大桥。
Japanese kid is in the rake of the Mosaria. Japanese kid is in the rake of the Mosaria. They are on the day, Varas was a recurring cat, not the Arnabe. Well, even the day, but it's東京と千葉を結ぶ国道14号線が通っており、両国国技館が近いこともあって、橋には相撲をモチーフとした装飾が施されています。また橋の両端に見える丸いオブジェは花火の尺玉をイメージしたと言われています。2008年、平成20年に東京都選定歴史的建造物に指定されました。なお、橋のふもとにある細い川は井の頭池を源流とする神田川です。川の長さは 24.5km、 流域面積は 105.0 平方キロメートルと、都内を流れる中小河川では最大規模と言われています。 This is Ryogoku Bashi Bridge. 这是两国桥。まもなく両国に到着します。両国国技館江戸東京博物館にお越しのお客様はこちらで降りると便利です。また大丈夫です。両国国技館江戸東京博物館にお越しのお客様はこちらで降りると便利です。また我慢してもらうことはあり、えれ？ご乗船お疲れ様でした。両国に到着です。お忘れ物、お足元にご注意の上、お降りください。ご利用ありがとうございました。I'm going to go to the hospital. I'm 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 going to go to
माटोमै हिँड्दैन नि धेरै कि माटोभित्र हिँड्छ कि माटोमा मुनि हिँड्छ है माटोमा त घर मात्रै छ घुमेर हेरेर जाउँ पैसा पैसा